いろいろコメントをいただくんですけども、ありがとうございます、あの私ね、別に暗号通貨、非常に詳しくって、誰よりも知ってるよっいうことを風潮するわけじゃなくて、私がもう自分でね、テクニカル的にどうなのかっいうことを申し上げてるだけで、あ違いましたねっていう風な動画も結構、話してるんですよ、まあ、ですんで、確定版じゃないですかね、私が勝手にこう思ってるだけなんで、そう思わない人は、まあ、反論してもらってもいいんですけどもね、私の勉強になりますんで。 えー、あんまり熱くならないでほしいなと思います。私がこう思ってるだけなんで、で、これを見てる方がね、どう思うかっていうのと、イコールではなくて全然いいと思うんですよ。いろんな見方があるから相場だと思いますしね。えー、だから、このチャートっていうのが形成されてるんですよ。みんなが同じようなことを考えていたら、このチャートって形成されてませんからね。まあ、ですので、冷静にちょっとね、えー、熱くならずに。 一人一人の見解を大事にしていきたいと思います。お互いを尊重していきましょう。さあ、それでね、今 ADA が14.70円、14円の70銭なんですけども、ADA はもう完全にですね、えー、と16円目指すような感じですね。テクニカルとしてみると。ここにボックスができてますんで、次のフェーズ、次のボックスってのを形成するのを待つだけ、16円から18円の間が。 あの、秋までにはできるんじゃないかなっていうことですね。で、今年中に20円を突破して40円の足掛かりを作っていただきたいかなというところでございます。えー、細かいテクニカルはね、また限定効果の方、えー、限定公開動画の方でお伝えしていきます。で、次です。 次は BTC ですね。BTC130 万突破して140万に向かうんじゃないかなというところで、もう125万を割らなくなってきたところが心強いですよね。本当ついこの間まで95万ぐらいだったでしょあそこで私が100万を超える前に仕込んでおけ、仕込んでおけっていうふうに繰り返し言いましたけども、仕込んだ方は含み益だいぶ抱えてらっしゃるんじゃないですか ?1BTC でもね、もう30万ぐらいの利益を本当に2、3ヶ月で上げてるわけですから、こんなにいいことはないですよね。 はいえー、次のフェーズがだから130万突破で150万までということです。130万から150万の間っていうのはなかなかね、振れやすいかなと思います。あのところで、ですねこの 1BTC が金額を上げていけば、振れ幅ってもっともっと大きくなると私は思うんですよ。えー、皆さん、逆ですかね。というのが、あのー、1BTC が2万だった頃十 10BTC 買っても、ね、このチャートから見たらあの、微増でしょ、ちょっとしか動かないでしょ。でも今 1BTC 買ったら 120万以上動くわけですから、ガクッと行くわけですよ。この辺のこともね、限定公開動画の方でお伝えしていきます。考え方のこところですね。で、えー、おまけなのが XRP です。私が期待してなかった XRP。ね、まさに私はね、このあたりでもうダメだなと思ったわけなんですよ。XRP の大量保有者としては、私は値上がりしてほしいんですけども、願望が予測に、えーまあ、歪みを与えてはいけないと思いますんでね、冷静に見ていったところ、XRP はダメかなと思ったらダメじゃなかった。今、 このね、30円以上で推移してまして、35円を上回って40円とか60円とかに行くんではないかなってことも考えられるようになってきましたね。ということで、XRP の予測は、これまた限定公開動画の方に、えー、まあ、お任せしようと思いますけども、 どうも思ったよりね、XRP、可能性があるんじゃないかなと思ってました。あの、フェイク通貨だっていう方もいるし、その考え方も十分分かるんですよ。ただ、私はいろいろ考えたあげく、XRP っていうのがダメだと思っていたんですけども、やっぱいけんじゃないのみたいな感じで、XRP につきましては私の見方っていうのは一番ね、えー、行ったり来たりしてますね。ということなんで、まだ何も分かってないというのが、暗号通貨業界の、うん、まあ、本当のところなんじゃないかなと思いますよね。逆にね、分かってますとかね。 えこうなんですって言った人、当てにならないんじゃないかなと思った方がいいので、ちょっとの矛盾と、ちょっとの疑問をはらみながらの私の放送になっております。では、以上ですね。